I'm looking for a love that will set me free。 昨日サンシャインコーストで5周目の練習を終え、ゴールドコーストまで移動してきています。トランプチームのみんなと合流して今はここに泊まっています。For way too long, I'm down here on my knees。 動画撮ってます。ここからカランビンリバーまで行ける感じです。I remember when the sun came crashing down。ライ君がいます。でここがキッチンで、奥に行くとみんなの寝室です。今日どこ来てるんですか？バレーヘッズ。バレーヘッズ、初めてのバレーヘッズ。波はあんまない。あんまり良くない。What was the session we did right now? Just a long grind. Long grind. About...Hour 35? Yeah, hour 35. Yeah, just all in the flats. Flat, tide and wind. 潮と風の中、ほぼフラットウォーターで、1時間40分。まあ、ベーストレーニングという形でリズムだけを維持して漕ぎました。今回の Question of the Week はいろいろと質問をいただいていたんですが、テクニックではなく練習方法についての質問になります。体力を上げるトレーニング、走り込みなどありますか？例えば30分間のランニングを毎日やるか教えてほしいです、という質問なんですが、僕自身、まあ普段の練習はパドリングを週に6日、だいたい2ブレンをする日が3日あるんで、だいたいパドリングを9セッション。日本にいるときはアウトリガーカヌーとスタンドアップをミックスして、こっちにいる間はスタンドアップのみになります。で、その他の強化練習としては、基本ランニングのみになります。で、そのランニングするときは、まあ、週に3回走るんですけど、だいたいやっぱり目的がランナーになるためではなくて、そのパドリングを速くなるためのランニングなので、まあだいたい30分から45分膝を痛めない芝生だったりビーチを走るようにしてます。でランニングするときに意識するのは、週に1回はその心拍数を上げるために、まあだいたい200メートルから500メートルの坂道をダッシュをするインターバルをだいたい30分分、そしてもう1回はゆっくり軽く走る、まあだいたい週の終わりに回復のために30分軽く5キロ6キロほどランニングをするのと、
あと最近僕自身漕ぐときに呼吸法をすごい意識してるんですが、まあランニングしているときに時々息を止める練習をしてます。なのでこれだと筋肉とか関節には負担がかからないで、肺活量だったり肺の力っていうのが生まれてくるので、だいたい走ってるときに普通に鼻で吸って口で吐いたりすると思うんですけど、思いっきりこうって吐いた後にで、このように息を止めたまま10秒ほど走る。で、また思いっきり息を。全部吐き出した後に、吸って息を止めながら走るっていうのをやっています。これはすごい肺だったり、呼吸をする力、その酸素を体に取り入れる力っていうのが身につくので、皆さんもぜひ試してみてください。